フランスはドロレーヌ、または、フランスはドギーズは、フランスの貴族、軍人で、ギーズ公、ジョアンビル公、オマール公。あだ名はバラフレであった。ユグノー戦争で活躍したが、プロテスタントに暗殺された。スコットランド王ジェームズ5世ヒマリーは、姉、ロレーヌーキ郷、シャルル、オマール公、クロード2世、エルブフ公、ルネ2世は弟。 ギーズ公クロードとバンドを無ク、フランソワの娘、アントワネットの長男として、バルイコールルイコールデュックで生まれた。1545年のブローニャ包囲に参戦して、負傷し、あだ名の元となった。1552年には神聖ローマ皇帝カール5世によるメス包囲で防衛に成功するが、1554年の連機の戦いで帝国軍に打ちまかされた。 順調な出世を遂げるうち、1557年には、ローマ教皇パウルス4世の援助のため軍を率いてイタリアへ遠征した。しかし、すぐにフランスに呼び戻され、1558年1月には200年以上に渡ってイングランドに支配されてきたカレーの奪還にも成功した。1559年7月、フランスは2世が即位してから約1年が、 絶頂期であった。王妃は、名のスコットランド女王、メアリース・スチュアートであるため、ギーズ家は、バロア家と密接に繋がったのである。外籍として、弟のロレーヌ・スーキ教と共に御しやすい、フランソワ二世を動かして、実権を握ったが、1560年12月に、フランソワ二世は、病死、数ヶ月もしないうちに、彼の影響力は失せ 弟のシャルル旧姓が即位すると資料に引退した。1562年、ユグノー戦争が起こると、摂政カトリーヌ・ド・メディシスは当初ユグノーに好意的であったため、カトリック派の劣勢を挽回するためフランスは,は、旧敵、アンヌ・ド・モンモランシーやジャック・ド・サンタンドレラと手を組み、カトリック派の資料として転戦する。スペインとオーストリアにすり寄る彼らの行動に危機感を抱いたユグノーらにより、 1563年2月18日にフランスワは,は襲撃されて重傷を負い6日後にコルニー城で死亡した。1548年4月29日サンジェルマンアンレーでアンナデステと結婚。七死を設けた。ありがとうございます。